続きまして、早稲田大学におけるユーザー企業ハブ構築と基盤ソフトウェア開発と題しまして、早稲田大学理工学術院教授、戸川望様よりご講演を賜ります。戸川様、どうぞよろしくお願いいたします。えご紹介に預かりました早稲田大学の動画でございます。えっ、ー、と本日、早稲田大学におけるユーザー企業ハブ構築と基盤ソフトウェア開発と題しまして講演させていただきたいと思います。 あのこれまでに何度かお話がありました通り、キーワード、ソサイエティ5.0というものがございます。あのこのソサイエティ5.0というキーワードの中では、現実世界、いわゆるフィジカルな世界と、それからサイバー空間、サイバーの世界、この間を交互に行ったり来たりして、 フィジカル空間とそれからサイバー空間の中の処理をいかに効率化するかというのが一、まあ、つの大きなターゲットになっているというふうに言われています。まあ、これが実現することによって、まあ、例えば自動車の自動運転であったりですとか、あるいは最適な配置を行うようなスマート工場が実現されたりですとか、まあ、そういったことが実現できるというふうに言われています。でこの Society5.0 の中に重要なキーワードといたしまして、 これまで何度も出てきております、組み合わせ最適化という問題が、この中に多数あるというふうに言われています。左下に組み合わせ最適化問題のいくつかの例、まあ、これ小さい図で大変恐縮でございますが、まあ、こういった非常に多くの組み合わせ最適化問題の例があるというふうに言われています。でここのの組み合わせ最適化、右下のととろにまあ1つ大きな例として、 トラベリングセールスマン問題、循環セールスマン問題というところがございますけれども、組み合わせ最適化問題の中には、非常にやり方がまあ難しい、非常に組み合わせを列挙したときに、その列挙する数が大きい問題というものがあって、この中からいかに最適な一個を求めるかというのに、非常に大きい、非常に長い時間がかかるということが言われていますで。こういった高速化、それから高精度化を両立しうる、ブレークするとして言われているのが、この シンポジウムのテーマとなっております、量子コンピューター、アニーニングマシンと言われることになるわけです。でこの、えっと、量子アニーニングマシンをはじめとする、これ量子アニーニングマシンこいは、こういったものは、まあ、あの各種イジングマシンというふうに呼ばれていますけれども、こういう量子アニーニングマシンをはじめとする各種イジングマシンというものは、内部にこの右上にあります通り、イジングモデル。 と呼ばれるもののを持っていていこのイジングモデルを物理的な現象のもとに解放すること、これによって、うまく元の最適化問題、組み合わせ最適化問題を解放するということになるわけでございます。中央にハミルトニアンと呼ばれる数式が記述されていますけれども、正確にはこちらに記述されているハミルトニアンを最小化するようなエネルギーの最小の状態、これを求めることによりまして、 元の組み合わせ最適化問題を解くことができるということになるわけです。で、イジングマシンを使うことによって、どういった効果が得られるかというと、通常、あのこの左上のグラフにございますとおり、通常、その問題規模が大きくなると、途端に非常に多くの時間をかける、かかる、まあ、そういったような問題があった場合におきましても、このイジングモデルの自然,自然現象をうまく使うことによりまして、非常に高速に、 元の組み合わせ最適化問題を解くことができると、その結果として、通常、その問題の規模に応じまして、まあ、指数爆発的に計算時間がかかると言われているような組み合わせ最適化問題であったとしても、まあ、場合によっては一定時間、場合によっては多項式の時間で解ける場合があるというのが、このイージングモデル、量子アニーリングマシンと呼ばれるところのまあ良さということになってくるわけです。でその結果こここちらにに記述されれてておりりますとといいいろいろなな応用分野がが見えてくるということになるう これまで、その量子アニーリングマシン、イジングマシンの、まあ、いわゆる、えっと、まあ、バラ色の側面というところで見えたところでございます。ところが、この、えっと、イジングマシン、どこまで使えやすく使えるのかといったところの観点で申し上げますと、この絵で表すとおり、実際にはイジングマシンにおきまして、 現実の課題解決するためには、現実の課題を実際にアニーリングマシンで解放できるような各種マシンに何かしらの形で落とし込んであげる必要があるというところがあります。で実際、そのアプリケーションが与えられて、これを各種アニーリングマシン、イジングマシンで解こうと思ったときに、ここのグレーの部分ですね、非常に大きなギャップが存在していると、例えば何か解きたい問題がある。 え巡回セールスマン問題でも何でもいいんですけど、何かこう溶きたい問題があると言ったときに、実際それをアニーリングマシンで解けるその形に持って行こうとするには、ここに大きなギャップがあると。なぜかというと、元々その組み合わせ最適化問題というのは、まあ、言ってみればえ情報工学、情報科学の言葉で記述されているものになっています。一方、このハードウェアというところはイジングモデルに代表されるように、まあ、物理の言葉で書かれていると。要するに情報の言葉で書かれたものというものをいかに物理の言葉で記述 しし直してなおかつ物理の言葉で得られたその結果というものをもともとのその情報の言葉に持っていくかというのは非常に大きな問題になっているということになるわけです。そこで今回そのネドの事業の一環といたしまして昨年度2018年度から先ほど申し上げた情報の言葉とそれから物理の言葉の間にあるギャップを埋めようと。 その部分に対して共通ソフトウェア基盤と呼ばれるものを構築してあげましょうとうこういうプロジェクトを進めております。あのこの絵でいうところのちょうどえっとクリーム色で記述された部分ございますけれどもこの部分に関しまして現実のその問題それから各種ハードウェアとのギャップを埋めるようなそういったソフトウェアを構築してあげるというプロジェクトを進めているわけでございます。 えっと、このソフトウェアの構築、ポイントとなるところが2つございます。何かと申し上げますと、1つは、 論,論理イジングモデルと呼ばれるような、えっと、その現実問題に対して、まあ、理想的なイジングモデルというものをまず構築してあげましょうというのが一つのアプローチ、でそういったその理想的なイジングモデルを作った後に、今度は各アニーリングマシンの物理的特性に応じたような物理的なイジングモデルを作ってあげましょうと、こういうふうに理想的なイジングモデルと、それから物理的なイジングモデルというものを相互に行き来することによって、 現実の問題というものをうまくアニーリングマシン上で解放してあげてなおかつその結果を元の現実課題にフィードバックしてあげるというようなこういったアプローチを取りたいというのがこのアプローチの特徴となってございますこちらが本事業のえ。 研究開発の体制となってございます。早稲田大学を中心とさせていただきまして、あの本日ご講演いただきました東工大西森先生のグループ、それから NII、FIXTARS、トヨタ通商、三相券といったような、いわばこの分野における、まあ、オールジャパンの体制で、まあ、こういった、まあ、共通ソフトウェア基盤を作っているというところでございます。なおかつ、この共通ソフトウェア基盤を中心といたしまして、どのようなそのアプリケーションが、この共通ソフトウェア上で使うことができるのか、あるいはどの のようなハードウェアがこの共通ソフトウェア基盤上で使うことができるのかといったところも合わせて、この事業の中で取り組んでいるというところでございます。簡単に図で表したものがこちらのところになってございます。先ほど申し上げましたとおり、業者ニーディングマシンの成功のためにはいかに 情報の世界で記述されたもともとの現実課題というものを、物理の世界の問題として解放してあげて、なおかつそれ,のそれらの間をインタラクションするかというのが、非常に大きな問題になっているという話をさせていただきました。 この時にこちら、n e d の授業を中心とさせていただきまして、アニーリングマシンのリードユーザー企業様各種、それからアニーリングマシンのハードウェア企業様各種といったところをうまくブリッジすること、ハブとすることによりまして、いろいろな問題がいかに各種ハードウェアで解放することができるかといったところを、この n e d の授業を中心といたしまして、取り組みさせていただきたい、取り組みさせていただいているというところになっています。 その結果といたしまして、例えばユースケースの例として、マテリアルズインフォマティクスであるですとか、バイオインフォマティクス、あるいは次世代のモビリティ、それからロジスティックス。 それからエネルギー、環境問題であるですとか、まあ、いわゆるスマート工場、工場の最適化、それから製鉄の最適化ですとか、まあ、ポートフォリオの最適化、こういった各種、そのアプリケーションが、こういったソフトウェア基盤の中で成功していくということを、まあ、ここでは確立していきたいというふうに思っている次第でございます。以上、えー、と私どもの取り組み、共通ソフトウェア基盤としての、早稲田大学の取り組みに関しまして、ご発表させていただきました。どううもありがとうございます。 戸川様どうもありがとうございました。